ギシギシ丸、陽帝丸は、1965年、昭和40年から1988年、昭和63年まで、日本国有鉄道、国鉄及び、北海道旅客鉄道、JR 北海道の青函航路で運行された、車載客船で、同航路におけるギシギシ丸という船名は2代目であった。津軽丸型の詳細は、津軽丸、2代参照。 1960年代初頭、昭和30年代半ば過ぎの青函連絡船の主力は、終戦前後に建造された船質の良くない、戦時標準船並びに、それに準じる船で、すでに老朽化していた。これらの代替と高度経済成長による輸送需要の著しい増大に対応するため、建造されたのが津軽丸型車載客船で、洋亭丸は、 その第六線であった。この型の船は、東山丸事件や四雲丸事件を教訓とした、安全性重視の設計と、当時の造船、海運海の最先端を行く自動化を誇り、青函航,航路、青森函館間 113.0km を、従来より四十分短縮した三時間五十分で、結び、海の新幹線と呼ばれた。津軽丸型六隻の船名は一応公募という、 形が取られたが、本船の船名は、東山丸型の岸岸丸、初代から引き継がれたもので、1977年、昭和52年に船体に取り付けられた、洋艇山とイルカが描かれたンボルマークもこれに、由来した。就航後は、1992年、平成4年に、イタリア、ジェノバ国際博覧会に展示。1996年、 平成8年3月22日から2011年、平成23年9月30日まで東京の船の科学館展示された後、2011年、平成23年11月に愛媛県新浜市へ譲渡、2012年、平成24年7月から翌年4月にかけ、香川県多土津町で解体された。現在はテーマパーク、 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとなっている場所にあった、日立造船株式会社桜島工場の第4068番船として建造をされたが、本造船所にとって、生肝連絡船建造は初めてであった。建造方式は、他の津軽丸型同様、すでに当時広く普及していたブロック工法で、これはあらかじめ工場で分割製作した船体ブロックを船台上で 電気溶接手繋いで行く工法であった。複数のブロックを同時に製作できるため、後期短縮ができたが、溶接により熱せられた後半が冷却とともに縮むことを念頭にブロックを仙台上に搭載する位置決めが要であった。さらに、車載客船では、その複雑な構造のため溶接使用量が多く、比較的薄い後半を用いたこともあり、溶接による 歪みの発生が多発し、歪取り作業が増加して、船体収縮や船体変形の径を強めた。しかし、船体の長さが計画より縮むことは、鉄道車両を積載する船内軌道の有効長が縮むことになり、これは計画した車両数を積載できなくなることを意味する。このような困難な課題を克服しながら、要定丸は、 計画通りの寸法で完成することができた。なお、積載車両数は、左舷側の船一番線から、ワム換算で12両、14両、10両、12両の合計48両であった。機関は、スクリュー一軸あたり4機のディーゼルエンジンを配置して、ギアで出力と統合して、スクリューシャフトを駆動していた。また、大雪丸、2台、マシュー丸、 二台同様、本船でも搭載主機械と主発電機の機種が津軽丸型第三船までと異なり、機関部全体で約100トンの重量増加となって、船体の一層の軽量化が求められた。このため、溝形プレスを施した薄鋼板、ハットプレート、コルゲートプレートを航開乾板の乾板室外板へ広く採用し、外観上の特徴となった。 ほぼ同時並行建造のマシューマル2台同様、車両看板プラットフォームから2等出入口広間への階段設置や、公開看板後端後部消音機室通ろ側への歩行スペース拡張、鎖、レバー、ブロック式講習金定具の部分導入も行われた。当時最先端の自動化、遠隔操縦化を導入し、運行定員を先代の半数以下の53名とした。 津軽丸型は年間3隻のペースで連続して建造され、当初6隻目の元船が津軽丸型最終建造船となる予定で、シリーズ最終船として本船のみ、船名のイニシャルを全部マストに表示しなかったとされたが、後にとわだ丸2台が追加建造され、7隻となった。車両甲板船尾開口部への水密扉設置はもちろんのこと、 車両間パンカの船体を十二枚の水密隔壁で十三区画に分け、隣接する二区画に浸水しても沈まない構造とし、船体中央部の五区画では、船底だけでなく、側面もヒーリングタンク等で二重構造とした。さらに、乗客全員を収容できる、多数の膨張式救命イカダ、ライフラフトと、緊急時に海面に投下された救命イカダへ、客室から乗り移るための世界初の、 膨張式滑り台、火災警報装置、スプリンクラー設備などの安全設備が装備された。当夜丸の台船として建造された、とわだ丸、初代以前の青函連絡船の外原カブト色は黒と決められていたが、とわだ丸、初代で薄緑、10G6、4が採用され、これが好評であったことから、既存の車載客船も、その後、全線、緑系統の特採色、 10G5、4に、塗色変更されていた。津軽丸型では、当初、船体の塗色は建造する造船所に一任されていたが、その結果、津軽丸以外は、すべて、無難と思われた緑系統の塗色で工事が進められた。このため、ぎしぎし丸でも、外弦部を、薄緑、10G6、4、上部を、造毛色、2.5Y9? に塗装で建造中のところ、青函連絡船を運用していた、現地局から、紛らわしいので、船ごとに色を塗り分けてほしいとの要望があり、ギシギシ丸では浸水後に演じ、4.5R3.3、9と、クリーム色、2.5Y9.4 に塗り替えられた。その後、津軽丸型では各船すべて違う船体色に塗り分けられることとなり、結果、 津軽海峡に美しい花が咲いたと喜ばれた。なおこの園児色は1958年、昭和33年11月東海道本線で、運転開始した初の電車特急151系、小玉の窓周りの色であった。ジェノバ国際博覧会日本館パビリオンに使用する、際に外装を白、青へと図書化変更。その後、船の科学館での展示に塗り分け線が、 下げられるなど、生観連絡線当時とは異なる外観となっていた、2003年、平成15年に、現役当時の都職へ復元された。ファンネルマークは煙突につけられた所有者を識別するマークで、平ラ丸、田村丸就航翌年の1909年、明治42年、かつて関節鉄道が、創業時から1885年、明治18年まで所属していた。 公務省、公の赤文字を、ファンネルマークとすることを、鉄道院規制塗装規定第4条で規定し、以後長らく、公が使われてきたが、1964年、昭和39年建造の津軽丸、2台からは、151、系、小玉形特急電車に取り付けられた日本、国有鉄道、JNR、ジャパニーズナショナルレイルウェイズを図案化したマークを赤色。 7.5R4-14 にし、ファンネルマークとして使用した。しかしこのマークのオリジナルの縦横比は1、8と、ファンネルマークには横長すぎたため、まさき丸2台以外の津軽丸型第1から5線では、縦横比1.5、8に修正の上、煙突には、JNR マークが収まる白八巻塗装施し、おしま丸2台型6席を含む、 岐阜岐阜丸以降の建造船ではさらにに、蜂に修正し、鉢巻もそれに合わせ太くし、その鉢巻状に貼り付けられた。1987年、昭和62年の国鉄分割民営化により、青函連絡船は JR 北海道に継承され、船籍港は国鉄本社のあった東京から、青函連絡船母港の函館に変更され、ファンネルマークも、 JR 北海道のマーク、JR コーポレートカラーは、ライトグリーンに変更されたが、JNR ほど横長ではない JR マークを変形することなく、JNR が収まっていた、太さの異なる鉢巻き合わせた、大きさで作成されたため、大小2種類の JR マークが出現した。なお、ジェノバ国際博覧会の展示船への改造時に、ファンネルマークは JNR に戻され、 戦績校も東京に戻された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。